もピオキングです。今日はですね、世界のコースとトロールコースやっていくんですけど、一画面コースっぽい面白そうなの見つけたんですよ。見てこれ、イージーライフ。全然イージーじゃなさそうなんですけど、まあクリア率は 2% だからね、激ムズっていうことはないと思うんですよ。で、なんかね、パックンしかいないんだよね。まあ、パックンをどんどん避けながら、まあゴールに進むみたいな感じだと思うんですけどね。なるほどね。いや、これは難しそう。うわー、どんな感じだろう。まずここ行くでしょ。で、次は右のブロックね。いや、これ、あれだね。キャラコンっていうのかな。それがめっちゃ重要だね。で、このまま右下ね。はい。うわ、うまい。あはは、もったいね。いや、こういうのってさ、なんか止まらんで、まずポッポン行った方が意外といけたりするんですよね。もうちょっと前行こっか。で、右。そして、うわ、ここむずいね。この上の針、ほんとにむずい。一番左から、こんくらい。オッケー。で、左で走って、ジャンプ。うわ、ここもむずいね。これは、ブロック乗ってジャンプしよっか。はい。うわ、むず。いや、なかなかやっぱむずいね、これ。もう見た目がむずいもん。で、多分ここね、しゃがんでジャンプしよう。オッケー、見た今。多分しゃがんでジャンプしたらいけるね。いや、このコースずっとやってると、キャラクター操作マジ上手くなるよ、絶対。絶対上手くなる、ここ。相当難しいもん。だいたいこのスーパーマリオメーカー2でさ、まあ一番きついの。この針なんですよね。パックンとかはさ、まだ可愛い方で、まあ、針がね、やっぱめっちゃきついよね。で、ここは、こんな感じか。いや、ちょっと待ってね。これはもう勢いで行った方がいい。はい！おっしゃでね、今日のトロールコースなんですけど、ずっと前からね、目つけてたのがあるんですよ。このトローリングフォーイースターって言うんですけど、まあこれ詳しく見るを見てみるじゃん。そしたらね、画面の半分よりちょっと右ぐらい。なんかずーっと直線で何もないみたいな。なんかそんな感じなんですよね。それが何なんだろうって思って。なんか走っていくのかな？ちょっとわかんないんですけど、まあ遊んでいけばね、わかるっていう話なんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率もね 1.6 ちょいぐらい、うん、そこら辺ぐらいがね結構面白く遊べるんですよ。 1% 切ったらね結構難しくなるんで、でここはまずこのハテナブロック叩いてみます。いや、ちょっと待って、やべえやべえ、逃げよ、逃げる。これ下に降りてみる。いや待って、一回こうして避けよっか。そここれ絶対右下のね矢印罠だと思うんですよね。なんでここに行きます。オッケーオッケーオッケー。で、このまま左上に多分登ったらいけるんじゃないかな。いや、来たよ、来ましたよ。で、こっちは何も意味ない。オッケーオッケー。今さらワンワンが出たところでなんだよ。ザバーネーゼ。じゃあこのまま上行って、どっち行く。これ左は罠だね。なんでちょっと待って、あの50コインの上の隙間もうちょっと見えねえかな。うわ、これ登ってしまった、登ってしまったけど、これオンオフしていこう。やっぱダメだ。じゃあ左行ってなんか出るんだろうね、きっと。あのブロックが壊れるのかな。やっぱ気になるんで、ここ行ってみていい。ほらね。じゃあここ左行ってみようか。左行ってオンオフをした。あ、爆弾が出んのか。ボム兵が出てきて、そしてここでもなんか出てくるみたいな。あ、ボム兵だね。そしてどうすんだろうね。え、なんか変わったのこれ。あ、オンオフ変わってる、オンオフ変わってる。全然見えなかった。じゃあここで土管に入ろう。全然気づかんかったね、今の赤と青で。じゃん。そして今度は多分、いや待って、これ絶対ここはあるやん、アイテムやろきっと。ちょっとこっち行ってみようか、騙されたと思って。やっぱそうなるよね。じゃあここ速攻アイテム取る、アイテム、オッケー。そして右に行く。で、このままドアに入る。うわ、なんかね、今の大砲絶対なんかなると思ったんですけど。え、どういうことこれ。ヒント、これあれじゃない、キノコ、こんな的な感じじゃない。多分そうと思う。このキノコ手に入れたら、トランで行ってみるね。トランで下に行かせたら何かある。やっぱり、いや、ナイスか。今日冴えてるよ。今日の頭は IQ128 ぐらいだよ。で、こちょアイテム、アイテム、アイテム。オッケー、今取れた、見ました。で、ここでキノコ取ってからの右の中間ポイント取ろう。よし。そしてこれは左行ってみるね。左、こっち。
うわ、どっちが正解だろう。うわ、大丈夫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 。で、左行く。左行ってのここで剣取って爆弾で壊す。一旦壊しておこう。爆弾で壊して、あ、いや、右行けねえこれ右なんだろう。ちょっと右行ってみていい？なあ、もう何回。じゃあここはリンクのところじゃないで右から行こうか。うわ、で、ここでリンク取るみたいな。うーわ、ここ爆弾の出番っぽいよね。ほら来た。これは完全に正解だね。オッケーなんでだよこれさ、右に走っていけばいいんじゃない、こうやって。オッケーオッケーオッケー。あのボム兵がやっぱね、あそこまで行けてたもんね。避けました。見ましたか、ここはあれだね、安全な区域だね、きっと。優しい、作った人。じゃあこのまま行きますか。これ罠だと思うんですよね。まあでも中間ポイント取ったし。あ、キノコ。え、あ、優しいね。え、普通取れたんだけど。あ、こうやって行く感じね。で、このまま、あ、やっぱ上がってくるパターンか。ちょっとどれか。なるほど、またそこかここで待機しておきます。左、確か左に出たもんね。よし、で、このキノコ取って右に行こう。そしてこれはね、なんかオンオフしてきた瞬間さ、あ、ブラパが落ちてくるんですよね。じゃあここは一旦右に行って左にすぐ避ける。こう、オッケー。いやー、合ってた合ってた。これなんだろうね、これ。あ、一気アップ。あ、じゃあこれも、あ、一気アップなんだ。あ、なあ、じゃあ何の意味もない。あ、見た、今一気アップ取らなかったらオンオフが変わるシステムなんだ。で、これはー、うわ、下に行きそう。上か。いや、優しい普通に行けました。ここでデカキノコを取っておきます。で、ここで大丈夫かな、下に行こうか。下に行って、下に行って、下に行って、なんか罠が待ち受けてると僕思います。もうこの音楽はやばいやつです、絶対に絶対にやばいやつだ。大丈夫、あ、待って、中間ポイント取ったらダメそんじゃここはね、チビのまんま多分右に行ったらいいと思うんですけど、この音楽は大丈夫かな大丈夫、これはいけるのかな。いや、頑張っていこう、頑張っていこうな。バネ邪魔しないで。オッケー、今日はスムーズにいけた気がしますね。あ、これがゴールっぽくない？なんかそんな気がする。で、ここでアイテム早く取ってスター、早くスター取ろう。オッケー、で、このまま右にダッシュして、あはははてててててて。最近ね、バネと友達になることができたんですよね。バネ、ほら、ちょっと邪魔しないで、バネ。ちょ、バネ、ちょ最近仲良くなったじゃん、なんでそんな嫌ってんのよ、マリオ。ちょちょちょ、こ、地味にむずけえな、ここ。ちょっと行かしてよ、行かせてよ、バネバネ、もう、ちょ、もう、いや、なんでさっきはスムーズに行けたのに、行くよ、行け、やった、来た、やっと次に来たね。で、ここはアイテム取ってからの、あそこ見えました、もう僕分かりました、この辺。オッケー、てて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 。ここは慎重に行こう、2回ジャンプせないか、2回ジャンプ、ここと、ここ。オッケー、そしてこのまんま、いや、待って、いや、分かってたんだけどないや、分かってた、スターで行ったら倒すって。ここはスターなくなるまで待っておこう、待っておいて、右。オッケーオッケーオッケー、激横プープー丸になって、花ちゃんがね。で、ここでフラワーいるのかな。うわ、いらん、くせー。いや、多分罠だと思うんで取らんでいきますね。合ってる、合ってねマジゴールするよ。フラワーってことは2回当たる感じ、なんか、あ、来ると思う、このまんま。あれ、いや、これ普通に行ってゴールだよね。走っていくよ。よっそういう感じですか。絶対次でゴールできる、絶対できる。これフラワー取って1回当たって土管に入る、そしてチビ状態になるんですよね。で、このままゴールできるみたいだ。やったいや、このコースもなかなか騙されてしまいましたけど、とても楽しいコースでした。今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。